タイムウィンディの ECMWF モードになります予報日時 ECMWF モード一番先の予報10月17日木曜日の夜8時の予報になりますこの時日本列島から遠く離れたマリアナ諸島の東の海上に中心気圧が1000ヘクトパスカル 周辺の最大風速最も大きいところで毎秒18メートルを指し示しておりますので、えー、これは台風の規定値であります。毎秒17メートルを超えております。台風20号、チャーミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線がくっきりと描き出されております。台風速報。台風速報の時間がやってまいりました。 2024年令和6年10月8日火曜日朝5時05分38秒現在発生すれば次の台風となる台風19号バリジャットの候補となりそうな卵熱帯低気圧の発生が気象庁から正式に発表されております熱帯低気圧 A ですね現在小笠原諸島の近海にあります えー、この後、日本列島へ向かってくる進路予想ではなく、北上はするんですけれども、日本列島からは遠い位置のですね、太平洋上を北東方向ないし、北北東の方角へ進む進路予想を描かれております。本日8日午前3時45分発表の3時の実況ではまだ台風にはなっておりません。死別は熱帯低気圧。進行方向と速さは北北東へ20キロ。 ですから、ママチャリをですね、えー、全速力でこぐぐらいのスピード。中心気圧1004ヘクトパスカル。中心付近の最大風速15メートル30ノット、えー。ちなみに台風の規定値は毎秒17メートル以上となっております。最大瞬間風速23メートル45ノットの現在の状態。 で、この後ですね、明日9日の午前3時の予報で台風に変わる予報となっております。明日9日午前3時の予報円がこの位置になるんですが、南鳥島近海となります。予報円の経路図は、日本列島の本州へ接近することなく、北北東の方角へ進路を取る予報となっております。 小笠原諸島も含めてなんですけれども、直接的な影響はですね、ほぼ受けない予報となっております。えつまり、直接的な影響というのは、暴風域に入る確率ということになります。続きまして、えー、米軍 JTWC ジョイント台風ワーニングセンター。アメリカ海軍と空軍が、あ合同で、えー、設置しております。アメリカ空軍と海軍の合同台風警報センターの最新情報になります。 衛星画像の一周タイム、発行時間が7日の1800ズールですから、日本標準時に修正をとしますと、本日8日午前3時点の衛星画像となります。この雲画像がトリプカルストーム21ウエスト、台風19号バリジャットの候補となる雲画像なんですけれども、新路層をご覧いただきますと、日本列島の本州へは接近してこずですね、やはり、えー、北東内い北北北,北東の方角へ、 進路を取る予報となっております。ここが伊予島になります。そしてここが小笠原諸島ですね。それではウィンディーによります世界最高クラスの予報制度を持つと言われるヨーロッパ中期天気予報センターの気象予報モデルをベースします。ECMWF モードからこの熱帯低気圧の動きご覧いただきたいと思います。こちらがですね、台風19号の卵となる熱帯低気圧の等圧線となります。 予報日時、ECMWF モード、一番先の予報、10月17日木曜日の夜8時の予報になります。この時、日本列島から遠く離れたマリアナ諸島の東の海上に、中心気圧が1000ヘクトパスカル。 周辺の最大風速最も大きいところで毎秒18メートルを指し示しておりますので、これは台風の規定値であります。毎秒17メートルを超えております。台風20号、チャーミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線がくっきりと描き出されております。続きまして、アメリカ海洋大気庁の後、アメリカ国立環境予測センター、NCEP 内のナショナルウェザーサービスの気象データがベースとなる、 グローバルフォーキャストシステム GFS モードによる台風19号バリジャットの卵となる熱帯低気圧の討伐線の進路予想をご覧いただいております。こちらですね、ここが日本列島になるんですけれども、予報日時、一番先の予報、10月17日、 あ、失礼しました。10月18日、金曜日の午前0時までご覧いただくことができます。ウィンリーの GFS モードになるんですが、この時。えー、日本列島から遠く離れたあフィリピン海の海上に、中心気圧が1001ヘクトパスカル、えー。周辺の最大風速、最も大きいところで、えー、1桁ですね。あ、2桁のところもありますか、えー。毎秒12メートルを指し示しております。こちらが、 台風20号。チャーミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線がくっきりと描かれております。さらに離れたところだと毎秒16メートルを指し示しております。続きまして、ドイツ気象局。ドイツチャープターディーンスィーの天気予報モデルをベースとします。 アイコンモードによります台風19号の卵となる熱帯低気圧の等圧線の進路予想をご覧ください。こちらはそうなんですけれども、日本列島からはだいぶ遠く離れた位置にあります。勢力の方もそれほど成長発達することなくですね、一応台風になる予報ではありますけれども、気象庁から発表されている最新情報では、 えー、勢力も強くなることなくですね、日本列島から常に離れた位置を北東内し、えー、北東北北東の方角へ進路を取る予報となっております。えー、続きまして、日本の気象庁、ジャパンメテオロジカルエージェンシーの天気予報モデルをベースします。メソスケールモデル、MSM モードによります、台風19号の卵となる熱帯低気圧の等圧線の進路予想をご覧いただいております。 小笠原諸島の小笠,原村小笠原村がここにあるんですけれども、こちらが台風19号の候補となる東圧線ですね。小笠原諸島からもある一定の距離が離れておりますが、日本列島の本州からは常に遠い位置でですね、えー、接近してくることはない新量層となっております。で、この台風19号がですね、仮に発生したとして、それほど勢力が強くならない え、要因として考えられるのがですね。まあ、ここからはですね、私の妄想の、私の妄想としてお聞きいただければと思います。え、予報ではありませんけれども。え、10月6日の海面水温はこちらになります。で、日本列島近海のこの海面水温、え、おそらくですね、え、この、 今、南鳥島近海にあります、台風19号の卵、たいこの辺りになるんですけれども、まあ、診療数を見ていきてますと、この後、北北東の方向へ進んでいきますから、えー、さらに海面水温の低いところへ向かって進んでいくわけですね。えー、台風の発達する条件の一つにですね、海面水温26.5度以上、 というのがあるんですけれども、一応台風にはなり、なる予報は発表されております、発表されておりますけれども、それほど強い勢力にならないのは、真っ赤からマックス30度の海面水温の上を通過してこないから、台風のエネルギー源となる餌、つまり水蒸気がですね、大量に供給されないことに起因しております。それと新流層に関する 要因もですね、北東方向へ駒を進める、あ、駒を進めると言うと、あんまりちょっとね、えー、ご批判をいただくので、えー、進路を取る台風19号の卵となる、熱帯低気圧の等圧線のですね、この進路予になるんですが、北北東方向へ進む要因として最もですね、 大きな要素が、この日本列島の上空、高度1万メートル、10キロの地点を流れる偏西風の位置がですね、日本列島の上空にまで降りてきているからなんですね。これがもう少し偏西風の位置が高かったり高、高いというか、北側へずれていたりすると、日本列島への直撃も、泣きにしにもあらずという可能性も考えられます。 あともう一つなんですけれども、日本列島をですね、台風から守る二大守護神のもう一つは、えー、太平洋高気圧ですね。まあ移動性高気圧なんかも含まれるんですがあ、この太平洋高気圧の張り,だ張り出しがですね、幸運にも若干引っ込んでるんですね。えつまり引っ込んでるなっていうのはどういうことかっていうと、東側へ高気圧の張り出しが引っ込んでいる状態にあります。 で、ここに日本列島の東の海上にですね、気圧の谷ができているおかげでですね、えー、この台風がこの高気圧の減りを襲って進む性質がありますことから、この東の海上をですね、えー、突き進んでいく新量素になっているわけです。もちろんこれは先ほど申し上げました偏西風の影響もあるんですけれども、 この太平洋高気圧とですね、平成風の位置関係がですねえ、微妙なバランスとタイミングを担っておりまして、この影響に伴ってですね、今のところはですよ、あくまでも今のところは、 台風19号の候補となりそうな熱帯低気圧の討伐線が日本列島の本州を直撃しない。さらに小笠原諸島へも近づいてこない進路予想になっているということですね。ただし今後どうなるかはわかりません。だいぶぐずつく天気が続いておりますが、本日の今後の雨。 1>, 1時間ごとの降水量をプロットした画像をご覧いただいております。これはですね、えー、今日8日の夜8時までの予報も含みます。日本列島、全国的に雨の予報となっております。北は北海道から南は九州まで広範囲に雨の降る予報。それでは気象庁の週間天気予報の最新情報をご覧いただきたいと思います。本日8日の朝5時に発表されたばかりの最新情報です。 本日8日の火曜日、全国的に雨の予報、えー。曇りは北海道となっておりますが、東京、雨となっております。予想最高気温、だいぶ下がってきました。えー、30度超えのところは那覇と石垣島のみですね。おおむね広範囲に30度以下の予想最高気温となっております。 ようやく秋らしい陽気になってきました。明日9日の水曜日、明後日10日の木曜日、11日の金曜日、12日の土曜日、13日の日曜日、14日の月曜日、これがですね、気象庁の1週間の週間天気予報、本日8日の火曜日から14日の月曜日までと相なります。 台風速報えそれではあ、まとめに入りましょう。まずもってですね、台風19号が発生したとしてもですね、えー、日本列島はおろか、小笠原諸島へも接近してこない新流層が気象庁から発表されているということです。えー、さらに海面水温がですね、それほど高くないことからもですね、 ま、これは私の個人的な感想になるんですけれども、これらの海面水温の要因から考えられることはですね、えっ、ー、と、この台風19号の卵となる熱帯低気圧がですね、それほど強い勢力には発達しないことを表しております。そして今後新たに発生が予想される台風20号、チャーミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線ですね。 こちらはですねこの海面水温が比較的高い位置に発生が予想されておりますので特に ECMWF モードはですね等圧線がくっきりと描かれているんですけれども今後、まだまだ気を緩めることなく中止を続けていく必要がありそうです。 それでは、今日もですね、当台風速報チャンネルの視聴者様におかれましては、笑顔で素敵な一日をお送りいただければと心より願っております。私からは以上となります。それではまた。